この時間は日本対メキシコ、こちらをご覧いただきます。本日のゲームはコナミスタジアムで行われます。国歌お聴きいただきます。日本はこの試合 4-5-1 というシステムで臨んでいます。どうご覧になりますか？そうですね、中盤最後トップそれぞれと役割がはっきりしてますよね。中盤はビルドアップの要、守備では相手の中盤を潰す役割になりますよね、うん、次にサイドなんですけども、ウィング的な役割、サイドアタックに徹した攻撃は守備ですよね、はい、そして特徴でもあるトップがポイントになってくるんですよね。なるほど、ワントップの役割ですか？そうですね、この場合トップに求められることはポストプレーができるストライカーですよね、はい、このシステムの柱と言ってもいいんじゃないでしょうか ね、 ねフィジカルが強く周りの状況判断を瞬時にできる能力が必要なポジションですよね。なるほど、まず前半見ていきましょう。日本対メキシコ、エキシビションマッチです。どうだこのシュート、スルーパスからチャンスを作りましたが物にすることができませんでした。足元ではなくてやはりこう少しスペースに出しているボールが、ね、非常に効果的ですよね。さあファーストハーフ最初のコーナーキックになります。日本頭クロスバー、いやー日本ここはバーに阻まれた形になった。フリーでしたけどね、ちょっと抑えが効かなかったですね。日本決定的と見えるチャンスのシーンがありました。ドスサントス、橋本、南野へ、柴崎からのパスは通りませんでした。中島から大迫、仕掛けるか、シュート、日本ディフェンダーの間を抜いたシュート、見事ネットに突き刺されました。いや意図的に狙って打ったんでしょうかね。それにしても細かいところを通してきっちり連れてくるあたりは見事でしたね。日本この早い段階で先制しました。いや目が覚める一発になりましたよね、うん、これでさらに主導権が握りやすくなりましたし ねこのまま流れに乗ればいいですけどもね。しかしいい時間帯ですよね、はい、相手の出方がどう来るか注目ですね。さあカウンターを仕掛けます。さあ南野、メキシコとしては先ほどから前線の両サイドが外に開いてますけども、うん、おそらく中央にスペースが欲しいということだと思うんですけどもね。なるほど、サイド攻撃のためではないんですね。いやそれもあると思いますけどもね、うん、基本両サイドに開くことで相手のディフェンダーを引きつけることができるので、はい、相手守備ブロックの間隔が広がってスペースができやすくなりますからね。あなるほど、そこに2列目以降の選手が飛び込むということなんですね。そうですね、
チャンスを迎えたシーンがありました。日本は2本目のコーナーキック、このクリアボール拾いたい。危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。吉田の当たり、シュート、ルーズボール、これは惜しい。吉田プーはキャプテンマークを巻いています。日本は今日3本目のコーナーです。メキシコ橋本、スペースを狙う、一瞬のクリアですよね。仕掛けるタイミングを図る、いや素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。日本相手もおかしくない決定的なシーンがありました。激しいボールの奪い合いです。サイドを使う、いいボールですね。一旦前を取る、縦へのボール、橋本スルーパスを出す、このボールはカットされます。組み立て直します。スルーパス、これはどうだ、シュート、もう一度シュート、リードを2点に広げます。よく詰めていましたね、南野。まさにポジショニングセンスで光ったゴールですよね。しっかりと次のプレーを予測しているので反応ができるんですよね。見事ですね。日本さらに1点を追加し2対0としています。日本としてはこうなると主導権も握りやすくなりましたよね、はい、2-0 リードは精神的にも肉体的にもバックアップが大きいですからね。あとリラックスしてゲームに臨めるんじゃないでしょうかね。そうですね。イエローカードが出ました。ちょっと今のは言わなかったかもしれませんね。ドスサントス、メキシコ、ここでファールをもらいます。柴崎から大迫、裏のスペースを狙う、来たか、いけるか、抜けてくる、これはファウルでしょう。イエローカードです。日本今のでイエローカード2枚目となりました。前半30分を過ぎたところです。キーパーからのロングフィード、
さあ左サイドへ酒井、ここでファールがありました。大迫、大迫から南野、裏を狙っていきます。大迫はトフリーだ、来た、シュート、橋本から柴崎、どうだ、シュート拾いたい。メキシコはアワヤというシーンでしたが、ここはしのぎます。裏のスペースを狙う、どう組み立てる、ふわっと裏を狙う、堂安、このボールをカットします。さあつながるか、さあ抜けた、素晴らしいパス、縦へのボール、長いボール縦へ、ここで受ける、チェックを受けますが動じません。堂安、このボールに触ります。酒井、橋本へ、裏へ届くか、いいボールだ、堂安クロスを入れる、こうナイス行くんですけどもね。メキシコはここクリアで難を逃れます。大迫から中島、中島からナッツー、ここでレフリー前半終わりの笛を吹きました。決定機でした、日本。北澤さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。まあ、ぜひ監督に言われるのは見せ場が怖いところもありますからね。まあ、ゲームをこう終わらせたい3点目はどう取れるかですね。日本対メキシコ、日本が2対0とリードして後半へと向かいます。では後半見ていきましょう。モレノ、ドスサントス、裏を狙う、おっと、いいボールでしょ、ここで受けて橋本、柴崎、ドリブルで仕掛ける、南野から吉田、レースを狙った、どうする、シュート、これで3ゴール差になります。日本現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。ドスサントス、南野、チャンスになる、ここでファールがありました、イエローカード、抗議の姿を見せますがこれはファール、判定は揺るぎません。いやー、かなりいい位置まで持ってかれましたからね、やむを得ない選択だったんでしょうね。この位置直接あるでしょう。
追加点のチャンスです。日本決定的なチャンスを収めることができませんでした。日本奪い返します。さあどこに出してくる。クロスは相手選手に当たりゴールラインを割っています。日本はコーナーキック4本目、メキシコはまだコーナーキックがありません。縦にボールを入れますと、これはつながりません。伊藤裏へのスルーパスだ。ポストに当たる。吉田、先ほどから厳しくチェックされています。そうですね、今日はシュートも打ってますし、でも決めてますからね。長いボールを送ります。さあカウンターのチャンスになります。抜けてくる。富安から縦へのボール、カウンターを仕掛けます。わかります。これが出るか。フリーだ。ここまで点差を広げるんでしょうか。攻守が入れ替わってからの一度もながら見事でしたね。いや綺麗なカウンターでしたよね。足りない気は分かっているかもしれないけど、今のようなタイミングで決められてしまったら対処が難しいですからね。見事な崩しでしたね。南野、今日2点目のゴールです。日本このゲームの主導権を完全に抑えています。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。日本としては無理して人数をかけなくてもいい状況ですよね。今は守備に集中して隙があったらゴールを狙っていくスタンスでいいと思いますけどね。橋本、サイドのスペースへ走らせる。メキシコは今のカウンターよくしのいだと言っていいんでしょうね。スルーパスを狙う。裏へ抜けた。ボールが収まる。チャンスを演出できるか。柴崎、ここは体を張ります。さあどうする。自分で行く。中島から長いボール縦へ。これをカットします。キーパー前へ蹴り出します。橋本から大きく縦へ。前線にボールを送ります。メキシコとしては先ほどから守備の際ディフェンダー一人が相手がボールを受ける前の構え方について相手と自分を一定の距離に保ってましたね。そうですね。南野これはもう相手チームはどこをケアしていいのかがわからないような鮮やかなカウンターでしたね。これはお手本のような綺麗なカウンターでしたよね。前線の今の動き出しは常に狙っておかないとできないですからね。タイミングも良かったですよね。
南野カットトリック。さあ、ともに選手交代があるようです。中島が今日のゲームはカード1枚もらってますからね。さあ、日本現在圧倒的な強さを見せています。モレノ、モレノ大きく縦へ、うまくボールに行きました。富安、アーチのようなパス、メキシコこれは奪い返します。裏のスペースを狙う、ちょっと伸びてしまいました。権田から大迫、大迫から南野、ドスサントス、日本堅いディフェンス。さあ、つながるか、来ましたよ。メキシコここでファールをもらいます。すでに1枚カードをもらっている。注意に終わります。いや、今注意で済みましたけどもね、もう1枚もらってますからね、危なかったですよね。エースを狙う、これ仕掛けるか、裏を狙う、柴崎、これはファールです。幸運の注意に終わりました。手元の時計3分を切っている状況。キーパーから前線へ、遠藤から大迫、モレノ、ボールの奪い合い激しいものがあります。スルーパス、スルーパスよ、来た、メキシコ一旦クリアで落ち着かせます。南野パッとトリックを決めています。4点目はあるんでしょうか。シュート、追加、今日は止まりません。今のシュート前のワンタッチ、あれで勝負あったという感じでしたよね。そうですね、胸トラップからシュートまでの動きがスムーズでしたよね。ボールを受ける前からゴールまでしっかりイメージができていた見事なシュートでしたね。吉田、今日2点目です。下げてリズムを作るか、ここでプレーです。6対0、日本勝ちました。大差での勝利です。北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか。日本としてはしっかりと点差をつけて勝利をものにできたわけですから、監督も納得のいく試合内容だったと思いますよ。今日の結果をうまく次につなげていきたいですよね。そうですね、ありがとうございます。
そろそろお別れの時間となります。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。日本が圧倒的な強さを見せ勝利しました。